ひよりんごです。今日の動画は私の過去の職業について今日はお話ししていきたいと思います。皆さんにね、過去の職業を聞かれることがたまにありまして、ちゃんとね答えたことがなかったので、今まで働いてきたお店だったりとか経験をね、この動画で皆さんにお話ししていきたいと思います。まずですね、高校生の時にしていたアルバイトなんですけれども、初めてしたアルバイトはガソリンスタンドでした。これね結構意外って言われるんですけど、ちょっとだけガソリンスタンドで働きました。その後ファーストキッチンっていうね、あのハンバーガー屋さんで働きました。それを多分2年ぐらい続けたのかな。で、高校を卒業して、私は大学に行かずに就職をしたんですよ。で、その就職先っていうのが、ゴルフショップでした。ゴルフショップで、ゴルフウェアを2年間売っておりました。そして、2年で辞めて、で、半年間ニートをして、そして、医療事務になりました。医療事務はね、4年間かな、やったんですけど、私は整形外科とリウマチ科があるクリニックで医療事務として働いてました。受付業務とか、あとお会計業務とかはもちろんですね、レセプトっていうのにも携わっていて、あの点数の計算とか、まあ今はね、今の時代パソコンでやってくれるんですけど、そういった仕事をね、あの大好きな先輩と一緒にやっておりました。あとね、なんか先生の隣でカルテを書くっていう作業もやってたりして、先生はね患者さんのお話を聞いてるから、私がねこうやって隣について症状をね書くっていうねお仕事だったんですけど、あのそれでねタイピングが早くなりました。というか、初めてお仕事を始めた時は本当にね人差し指で打ってたんですよ。なんだけど、まあ、先生がね、それじゃあ追いつかないから、患者さんの喋りとね、喋りに追いつくぐらいのタイピングじゃないとダメっていうことで、家でたくさん練習しました。で、タイピングが早くなりたいって方いると思うんですよ。あのね、私がやった練習法はテレビから聞こえてくる音を書くっていうのをやりました。なので YouTube とかでアニメをね流してやってた。サザエさんとかだとこう会話になってて、しかも簡単な会話なんで追いつくんですよ。なので最初はサザエさんとかちびまる子ちゃんとかを流しながら聞こえてきた音を書くようにしてた。うん、そしたら次第に速くなって、テレビから聞こえてくるニュースを書いてたりとかね、そういうこともできるようになっていきました。あとはね、もう身についてしまえば頭で思ったことはもう手が動くようになるので、ブラインドタッチはねできるようになればすごく楽しいし、絶対に努力すればできることなんですよ、ブラインドタッチって。なんか頭がいいからできるとかそういうんじゃなくて、本当に私でもできたので皆さんでも絶対にできます。あと寿司だっていうのとマイタイピングっていうのを使って歌詞をね書いたりとかしてました。なのでそちらもぜひやってみてください。そして医療事務を辞めました。医療事務を4年で辞めて、3ヶ月間は YouTube だけに専念してたんですけど、ネクストアップとかがあったんだよね、その時期に。1週間丸々お仕事を休まなきゃいけないって思った時に、あ、これを機に医療事務のお仕事辞めて心機一転 YouTube で頑張ってみようかなって思ったんですよ。なのでね、6月いっぱいで医療事務を辞めたんですが、10月から猫カフェ店員さんを1年間やりました。猫がですね、20匹ほどいる猫カフェで働いてました。なので、猫ちゃんの爪切りだったりとか、あとバリカンだったりとかね、お風呂に入れたりとか、あとお掃除とか、猫ちゃんの体調管理だったりとかをやってました。20匹いたので、まあすごい大変だったんですけど、私は動物が大好きなので、すごく楽しかったです。でね、それを機にね、ちょっと資格なんかも取りたいなと思って、今ですね、動物介護士と動物介護ホーム施設責任者っていうね、資格を2つ取りました。それは、お家でできるもので、それを取った感じですね。今までのお仕事はそんな感じです。で、今はですね、YouTube 一本でやらせていただいておりまして、そうだな、ただ動物が大好きだったりとかするので、今もね、動物、今度は看護師と動物セラピストっていう資格を家で勉強はしております。今まで働いてきたのはそんな感じです。うん。
今聞いていただいて分かったように、私本当に4年ぐらいですぐ辞めちゃうんですよ。ゴルフショップも2年だし、医療事務も4年だし、猫カフェも1年で、アルバイトだけどね、辞めてしまって、なんだろうな、秋っぽいんですよ、すごく。ただ、YouTube はね、長く続けてます。今5年目なので、一番長く続けられてることなんですが、やっててすごい辛いなって思ったこともたくさんあります、お仕事はね。そうだな、4年働いてた医療事務では、結構上の立場になってたので、教育とかをやるようになって、やっぱり人に教えるっていうのがすごく難しくて、なんだろう、教わってた方がすごく楽だったというか、教える立場ってすごい大変だなっていうのをやってみて身に染みました。それを考えると教えてくれる人ってすごい大変なんだなっていうのを私もわかるようになって、一回り成長できたかなとは思うんですけど、ただ一つ言えるのは、仕事場って家族より一緒にいる時間が長いじゃないですか。家に帰っても一人暮らしの方は一人だしね、実家暮らしの方も家に帰ってからずっと起きてるかって言われたらそうじゃないし、寝る時間を引いたら家族と喋ってる時間の方が会社にいる時間より圧倒的に短いと思うんですよ。そんな長くいる仲間たちを大切に思えないと楽しく仕事はできないんじゃないかなと思ってて、なのでね、私はですね、職場にいる人たちを大切にしようと心がけてました。時には嫌だった日もあります。嫌だなって思った人もいます、正直に言うと。だけど、なんだろう、家族ぐらい大切に思えたら自分もねすごく楽だし、相手もね楽しくお仕事をしてくれるんじゃないかって思ってね、そういう風に接してたつもりです。なので新しく入ってきた人たちは不安でいっぱいで入ってくると思うんですよ。なのでそういった時もなんかお母さんのようにねお姉さんのように接してあげられたらなって思ってました。あとはこれは先輩、私の大好きな先輩から教えてもらったことなんですけど、何度でも教えてあげようと思ってやってました。それは私が入ったばっかりの時に、その教えてくださった先輩にね、同じことを何度聞いてしまってもいつもねこう笑顔で答えてくれるんですよ。で、何度も聞いてしまってる自分もダメなんですよ、もちろんダメなんだけど、でも何度でもね私も教えてあげようと思って、意地悪してるわけじゃないと思うんですけど、何回でも教えてあげればいいじゃん、私の知ってる知識であれば。そういうのをね、その先輩に教わって、ああそうだなと思って、私は新入社員とか入った子たちがわからないことがあって、この間も言ったなって思ったことでもね、何度でも一から説明してました。やっぱメモとか取ってもこうどこにあるかってわかんなくなっちゃうんだよね。で、わかんないまんまやってもらった方がこういろんな事故になる。だから聞きやすい環境、すいませんちょっと教えてくださいってすぐ言える環境、あこの人怖いから聞けない、どうしよう自分で解決しようやっちゃおうっていうよりは、なんだろうな、こういつでも頼ってもらえる存在でいたいなと思って仕事をしてました。医療事務の時はそうやって上の立場にいたんだけど、ゴルフショップの時なんか真ん中、下の子もいたけど上に先輩もいたし、真ん中の立場にいたりして、真ん中は真ん中でやっぱり大変だったりして、下の面倒と上のこう先輩のごますりって言ったらあれだけどとかがあったりして、なんだろうな、大変じゃない仕事はないんですよ、ないと私も思ってるけど、全部がね今の私を作ってくれてるというか、全部いい経験だったなって思います。アルバイトだった猫カフェもね、念願のこう動物に携わる仕事ができてすっごい楽しかったんですよ。で、私は犬しか飼ったことがなくて、まあ、ペルシャ飼ってたんですけど、おばあちゃんが飼ってたんですけど、なんかこう触れないペルシャだったんですよね。すごいね噛むの噛むペルシャだったから、触れない猫ちゃんで、家にはいるけど触っちゃダメよっていう感じの猫ちゃんだったんで、ちゃんと猫を飼ったっていう経験がなくて、ワンちゃんはね、ラブラドールだったりとか、ビーグル、あとミニチュアダックスフンド、今、チワワもね、飼ってて、犬はね、自信があるんですけど、猫には全く自信がなかったんですけど、猫カフェで1年間働いて、
一人でね20匹のご飯をあげる日とかもあったんですよ。なのでね結構自信がつきました。うん、なので将来はね猫ちゃんを飼いたいなと思っております。そんな感じで私は今 YouTube 一本でやっているんですが、自分がまさか YouTube 一本で生活しているなんてその時は夢にも思ってなかったし、多分ねバカにしてたというか、なんかあいつ YouTuber らしいよみたいな、 YouTube に動画上げてるらしいよっていう風に私を見てた周りの方もいたと思うんですよ。でもこうやって続けているうちに受け入れてくれたりとか、あと家族もそうですね、最初は家族にも反対されておりました。反対というか、こう暗黙の了解でこう YouTube の話はリビングでできませんでした。でもねいつの日かこう続けてるうちにお母さんに理解してもらって、お父さんも照明のこととか教えてくれるようになって、あの応援してくれるようになって、家族の支えというのは本当にありがたいなと思ってます。でも最初からそういう環境だったわけじゃなくて、私が続けてたことと、あとこう近くでね編集とかあと撮影とかをしているのを見てくれてたのかなと思います。うん、やっぱりね何事も続けることって大事だと思うんですよ。ただそんなに辛きゃやめたらいいと思う。人生一度きりなので、もう辛くて辛くてもう本当に精神的に参っちゃうみたいな環境だったらやめても全然いいと思います。仕事なんてねそれしかないってちょっと思っちゃうじゃないですか。で私が抜けたらこの職場はどうなるんだろうって思うじゃないですか。大丈夫なんですよ、抜けてもなんとかなるんですなのでね、こうなんだろう、会社のために辞めないとか、あと精神的にも参ってしまってるけど私は仕事を辞められないっていう方がいるんであればね、ちょっと視野を広げてみて第三者目線で見てみて、こういろんなお仕事があるんだなって見えたらなと思います。私もねハローワークに通ったこともあるし、こう仕事を変える時は不安でいっぱいだったんですけど、ゴルフショップから医療事務、全然関係ない医療事務になったりとか、医療事務を辞めて YouTube をやっていて、で猫カフェのねアルバイトができたりとか、いろんな経験をしてすごく楽しんでいます。1日2日で辞めちゃうというのはまた話が違うと思うんですが、なんかやってみて1ヶ月2ヶ月3ヶ月やってみて、あれって思ってしまってこう精神的に辛いっていう方はね、無理せず自分の体を第一に考えてほしいなと思います。そして私が一番大好きな言葉、それは人生一度きりです。なので人生一度きりなのでね、自分の好きなように生きてください。自分のために生きてください。ということで本日は私の歴代の仕事たちのお話をしました。なんかちょっと脱線し気味になったんですが戻ってきましたので、こちらで締めさせていただこうと思います。なんかね質問とかあればコメント欄に書いてくださればお返事しますので、あと悩みとかがある方もぜひコメント欄で書いてください。なんか私でよければ何かの力になれればいいなと思います。こうやって今笑顔で YouTube ができてるのも皆さんがいるおかげなので本当に感謝しています。今までの仕事職場の人がいてくれて関わってくれた、そして家族がいる、そうやって私はできているのかなと思います。なのでね今までの仕事や経験に後悔などは一つもしておりません。これからもねいろんなことに挑戦していきたいなと思ってますので、私の動画もぜひまた覗いてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。初めてね今までどんな仕事をしてたかっていう動画を上げてみたんですが、いかがだったでしょうか。なんかねこう一つ一つもっと詳しく話していこうかなと思ったんですけど、今回の動画ではこう流れを話してしまいました。でもなんか気になるよとか、今医療事務やってるよとか、なんかあればぜひコメント欄に書いてください。なんかねまあ嫌なこともあったよ。ロッカーに入るとみんなおしゃべりしてたのにシーンとしてしまうみたいなね、多分私嫌われてたんだと思うんですけど、なんかそういう経験もあったんだけど、でもねなんかこうトータルして全部楽しかったし、うん、一つ一つ見ていくと辛かった時期ももちろんあったんだけど、でもトータルで今思い出すといい思い出しかないです。うん、まあ私が結構ポジティブっていうのもあるんですけど、
楽しかったなと思います。今ね、辛い方もね、5年後とかに振り返ると、あ、いい思い出だったなって思えると思います。なので、まあそれを絶対に耐えろとは言いません。なんですけど、体が許す限り、心が許す限りは頑張ってみて、あ、やっぱりダメだなとか、あ、やっぱ違う道進みたいなって思ったら、ぜひ人生一度きりなので進んでみてください。ということで、おやすみなさい。